さて、始まりました。まちチャンネルです。ちょっと今ね、緊急で動画撮ってるんですけども、まあ、皆様に、お願いがありまして、そちら撮ってます。ちょっとまあ、今回の件でね、結構お騒がせしておりまして、いろんなところから、いろいろと連絡が来たりとか、しているんですけども、まあ、結論から言うと、早稲田合格塾のね、ことをね、よく言っていない塾があって、そこでちょっと早稲田合格塾が、まあ、警告というような感じの、動画を出したんですけども、で、連絡が来ました。お相手の塾さんから連絡が来て、今話し合いが始まりましたので、まあ、いい形でね、落ち着いてくれればいいかな、収束してくれればいいかなと思います。で、平先生のね、そのコメント自体でも、動画のコメント欄についてたと思うんですけど、その塾のね、名前を書くのはやめてくださいっていうのね、それはもう、お相手の塾にも迷惑になるだろうし、他の塾にも、迷惑になると思いますので、いろんな塾名が書かれてしまったので、やっぱりね。なんで、そこは、ちょっとやめていただきたいということで、まあ、だから、それ、消していかなきゃいけないのでね、消していくことになるので、なので、ぜひともね、そちらは、おやめいただければと思います。いろいろなね、塾に迷惑がかかってしまう可能性がありますし、まあ、あとね、そんなの、それはまあ、書く人が悪いんだから、僕らがね、そんなこと言う必要ないんじゃないかと思う人もいるんですけど、そんなことはやっぱりないですので、まあ、2チャンネルのね、問題だってあったと思うんですよ。その書く場があるっていうのもね、やはり問題なんです。もちろんね、なんか誹謗中傷の書き込みした人が一番悪いんですけども、それを、まあ、野放しにしたっていうのでね、まあ、2チャンネルね、立ち上げたね、ひろゆきさんなんか訴えられてたりするわけですけど、同じようにやっぱりそういう可能性ありますんで、なので、そこは消しますし、まあ、消させていただきました。で、ここについては、まあ、いろいろと話し合いが行われますので、当事者同士ですね、そちらの話し合いが進んで、まあ、わからないです。もう本当に何もね、このままどうなったっていう結論も動画として出すかはわからないですし、それはもう話し合い次第です。平さんとしては、ちゃんとこの話し合いがね、うまく収まって、丸く収まって、きちんとね、こうなりましたって発表できればいいなと思ってるっていう感じです。まあ、別に僕はどちらでも構いませんので、そのまま、何事もなかった、そのまま何の発表もなしに終わる可能性もあります。ということでございます。まあ、ちょっとね、心配をおかけしたのと同様に、まあ、ちょっと、まあ、平さんがね、ちょっとコスプレした感じで、動画出てたんでね、ふざけるなみたいになったりとか、いろいろあったと思うんですけど、まあ、僕がね、そんな話すとね、僕はコミュニケーション能力がとても低いですので、やり取りするの下手なんで、なんで、まあ、平さんに任せて、まあ、平さんに任せてとか、まあ、早稲田合格塾は平さんのもんですからね、平先生と、まあ、やり取りしてるという感じになってるので、まあ、いい感じに、まあ、なんというか、無事、丸く収まってくれればいいんじゃないかなと思います。まあ、平先生もね、この塾業界自体のね、発展を望んでおりますから、そういった形になればいいんじゃないかな、より良くなるんじゃないかなと思いますので、ぜひとも、そのお願いだけはよろしくお願いします。なのでですね、塾名を書くっていうのだけはやめていただければと思いますんで、お願いいたします。ありがとうございました。何のことだかわかんない方は、もう、前のやつ見てください。よいしょ、ありがとうございました。 Thank you for watching。 ごめんなさいね、鼻声でずっとね、すいません。